エトラちゃんは見た。僕が社会人2年目の頃の話。当時交際していた2つ年下のユリと両親公認で同棲することになった。そして同棲開始から半年、2人の休日に事件は起こった。ん？知らない声、誰だろう。早くしなさいよ。あんたのだっての分かってんだから。私のじゃありません。そっちで勝手にしてください。はあ、しらばっくれてんじゃないわよ。どうやらユリが責められてるみたいだけど。いいから早く来なさいよ。嫌ですってば。本当に私のじゃ。往生際が悪いのよ。玄関で争ってるのか。修羅場であることは間違いなさそうなので、とりあえず急いで駆けつけることに。ユリ大丈夫？カツラ君。は？男？は？意味わかんない。あんた二股してんの。は？え？ユリ、それどういう。違うから大丈夫。とにかく彼とは終わってますから、もう帰ってください。はあ、いい加減にしなさいよ、あんた。立花が全部吐いたのよ。あんたとまたよりを戻したってね。はあ、橘とは、ユリの元彼で1年以上前に別れたと聞いていた。浮気するような子じゃないと思うんだけどな。とりあえず、ユリが浮気してる物的証拠はあるんですか？そんなもの必要ないわよ。橘がそう言ってるんだから。なんならその子のスマホ見てみなさいよ。どうせ真っ黒よ。はい、いくらでもどうぞ。じゃあちょっと失礼するね。するとそこには浮気の証拠はおろか、橘の連絡先すら見当たらなかった。うん、真っ白だね。当たり前よ。別れる時に全部消したし、スマホも一度解約してるのよ。だからあっちから私に連絡なんてまず無理なんだから。何よ。じゃあ彼が嘘ついてるっていうの？どうせ立花で登録してないだけよ。そもそもあなたは誰なんですか？私私は立花の本命の彼女よ。その女は2番手ね。私のじゃないとか言ってたのは？立花が持ってるテレビとか椅子のことよ。私と付き合ってる時にあっちが買ったものなんだけど、それが気に入らないらしくて。当たり前でしょ。あんたの影がちらついて嫌なのよ。そんなに嫌なら彼氏さんに言って捨ててもらえばいいじゃないですか。もちろん言ったわよ。でもこいつにはユリとの愛が詰まったんだ。捨てるなんて絶対許せねえって。それで問い詰めたらこの女とまた付き合ってるって言い出したわけ。文句言うついでにその女に片付けさせようと思ったのよ。ユリが嘘をついているとは思えなかったが、真相を聞くため元彼の立花に来てもらうことになった。今ユリって女の家よ。え、は？蹴りをつけるわよ。早く来て。1時間後。うっす、ユリ久しぶり。で、は？誰だお前。ユリの彼氏です。カツラと申します。彼氏？こんなふざけた髪してる野郎が。この騒ぎでドライヤーかけられなかったからだよ。おいユリ、どういうことだ？浮気か？こっちが聞きたいよ。立花君とはもう1年以上前に別れたじゃない。別れてねえ。あの時何度ももう付き合うのは無理って言ったじゃん。そっちも分かったって言ったじゃない。気が変わったんだよ。やっぱ俺お前が好きだぜ。ん？待ってください。気が変わったってユリと合意の下でよりを戻したんじゃないんですか？え？合意？つまりユリと2人でまた付き合おうって話し合ったんですか？ああ、別に話してねえよ。俺がより戻すって決めたからもう付き合ってんだよな、ユリ。何を言っているんだこいつは。心で通じ合ってりゃ言葉はいらねえぜ。その理論だと、あなたがガッキーを彼女だと認定すればガッキーはあなたの彼女ということになりますが。あーん、そういうことじゃね。ま、俺の彼女はユリだけどな。の、ユリ。私の彼氏はカツラ君です。立花君とはよりを戻したこともないし、戻すつもりもありません。はっきり言って気持ち悪い。勝手に彼女にしないで。なんでそんなひでえこと言うんだよユリ。一緒にディズニーも UJ も行ったろ。耳だってまだあるんだぞ。全部1年以上前の話でしょ。別れてから一切会ってないし、連絡だって取ってないわよ。だってお前番号変わってたし。とにかく二度と私に近寄らないで。なんでだよ、やっと会えたのに。こいつか、こいつがいるからダメなのか。いや、あのね、なんれは。えっ、ざけんなこの洞窟野郎が。そんなにこいつが好きならなんで私に告ってんだ。
すみません、脳内彼女とか気持ち悪いんだよこのクッ。誤解が解けたみたいでよかったね、ユリ。うん、ユリさん、本当にごめんね。このバカ信じた私が悪かったわ。テレビとかはこっちで破壊しとくね。それからあんた、二度と私とユリさんに近づくんじゃないわよ。返事は？円満解決。その後、ほら土下座して謝んだよ。すみませんでした。無事二人が帰ってから立花のことを聞いてみた。こう言ったら失礼だけど、ユリなんであいつと付き合ってたの？昔はああじゃなかったんだよ。え？地元が一緒で小さい頃からよく遊んでくれる優しいお兄ちゃんだったんだけど、大学受験に失敗して一浪することになった時すごく落ち込んでて、私が支えてあげたいと思って付き合うことになったの。無事に次の年に合格したんだけど、大学3年の頃素行の良くないグループに染まってしまって、それからどんどんああいう自己中で思いやりのない人になってしまったの。なんとか昔の彼に戻そうと思ったけど、先に私の限界が来ちゃった。でもまさかあそこまでひどくなってるとはね。はあ、付き合う友達って大事なんだな。しかし2年後、居酒屋で働く立花を偶然見かけた。え、立花？おお、僕イコールアフロと覚えたであろう彼はこっちに気づいてないみたいだったが、よく働き真面目に業務をこなしていた。彼ももしかしたら変わりつつあるのかもしれない。僕らも結婚してもうすぐ新しい家族が生まれる。しかし、あ、ゆずりはちゃんだ。はい、これお土産。ありがとう。あれ以来ユリと立花の元カノは仲良くなったが、こっちは正直未だに怖い。怒らせないようにしよう。ご視聴いただきありがとうございました。昨日の敵は今日の友と言いますしね。良き友達ができたことにだけ立花さんには感謝かもしれません。そして桂さんの髪型がどんどんアフロになっている。皆さんお分かりいただけただろうか。お風呂の後のドライヤーって大事ですね。話は逸れてしまいましたが、皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも面白いと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。